皆さんこんにちは、あいりです。今日ですね、先日ドラッグストア購入品を紹介してるんですけど貼っておきます。そちらで購入していたコスメを使ってメイクしてみました。はい、今日はドラッグストアのコスメが多いので少しでも参考になったら嬉しいです。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、ではメイクしていきます。今ベースメイクまで終わってます。なので今からアイシャドウをのせていきます。で、アイシャドウは先日ドラッグストア購入品でも紹介しました、こちらです。リンメルのショコラスイートアイズ019番を使います。これもね、もうすごく可愛いですよね。なんかもうねえ、青みピンク、パープルがちょっと入ったような感じにも見える、すごく可愛いカラーなので今日はこちらを使っていきます。今日は服装も色を合わせてます。こうやってね、メイクを楽しんでいきたいですね、これからも。何語ってんだろう私。はい、ではまずですね、一番上の淡いカラーをまぶた全体にのせます。画面では分かりづらいんですけど、ほのかに薄いピンクになってます。はい、では次に上から2番目のカラーをのせます。これはアイホール全体にのせていきます。これもね、色味が分かりづらいんですけど、ピンクがかったブラウンですごく絶妙なんですよね。パープルがかってるようにも見えるし、本当に絶妙なブラウンカラーです。では次に上から3番目のカラーを使います。そう、もう本当に上から順番に使っていくだけなんですけど、これを二重幅超えるぐらいにのせます。はい、こんな感じで今3色塗り終わりました。ではですね、次に細い筆を使って上から2番目のカラーを下まぶたの際にのせます。で、上から3番目のカラーを下まぶたの目尻側にのせます。上とつなげるようにのせます。はい、そしたらこの一番濃いカラーですね、このカラーを上のまぶたの際にのせます。これはあの目の形によって細くアイラインのように入れたりとかするといいと思うんですけど、私の目はもう本当にここがすごくぼやけてしまうので目元を締めます。はい、際に入れたらちょっと上の方にぼかしていく感じですね。締まりますね、目元がね。で、アイシャドウ最後がこちらの下のカラーですね、四角いカラー。これがすごくラメがたくさん入っていてキラキラってするので、こちらをこの黒目の上あたりですね、まぶたの中心にのせます。目元に立体感が出ますね。はい、ではアイシャドウが完成したので、今からまたね、まつげとかアイライナーを仕上げていくんですけど、まずは今日はビューラーをしていきます。はい、ビューラーが終わったら次は先日ドラッグストアで購入したディアップスーパーフィットジェルライナー BK ブラックを使います。これをまつげとまつげの間を埋めていく感じで描いていきます。ちょっとこれ私実はまだ使ったことなくて今日初めてなので、まぶたにのせた感触もお伝えできたらいいなって思います。うん、なるほど。なんだろう、手に描いた時はもうスルスルスルって感じだったんですけど、今描いた感じスルスルのようでどうだろう比べるならエスプリークのジェルアイライナーよりも柔らかいです。あれはちょっとやっぱり硬いんですよね。なんですけど、これはそれに比べると柔らかくて、でも手で描いた時のスルスルスルっていう感じではなく、やっぱりちょっと力がいるような気がします。どうかな。でも負担なく描けました。うん、元がすごいって押されるような感じはなくて、まあ、描きやすかったですもう感触を伝えするって言ったけど全然うまく伝えられなくて、ちょっとこっち側も描いてみよう。はい、こんな感じで仕上がりました。今目尻側何も入れてないので、目尻側にいつもの D アップシルキーリキッドアイライナーでこの目尻側入れていきます。ここをつなげます。
どうですかね。最近ブラウンを使うことが多かったんですけど、ちょっと久々にこのブラックを使ったので、なんか目元がすごいキリッとしたなっていう感じがします。なので、先ほどのリンメルの3番目とこちらを混ぜて少しぼかそうかなって思います。あんまりボケなかったんですけどはい、でもすごく可愛いカラーですね。では次はいつもと同じ工程でキャンメイクのクイックラッシュカラーをのせて、クリニックのラッシュパワーマスカラをのせます。いつもと一緒。はい、でマスカラのせるって言ったんですけど、今下地を塗り終わってまだ乾いてないので、次にアイブロウ行きます。はい、もうなんか人相悪くてね、やっぱりアイブロウからいつも入りたくなっちゃうんですけど、本来はね、あのアイシャドウのせてからバランスを見ながらアイブロウ入れる方がいいと思うんですよね。なんですけど、私はいつも眉毛から行っちゃう。まずは眉尻描きます。これは先日紹介したアナスタシアのビバリーヒルズって書いてある。なんだろうな、これ。アイブロウペンシル。チョコレートというカラーを使います。この間ダイソーに行ったんですけど、ユーアグラムのアイブロウが欲しかったんですけど、売ってなかったですね。また見つけたら買いたいなって思います。やっぱり色がすごく良かったから、描きやすかったし。で、あの眉毛、眉毛すごく一番真剣な部分なのに喋り始めちゃったから、なんかもうどっちも中途半端になっちゃって、どうかしら。ちょっとパウダーのせながら、見ていきます。はい、でパウダーもドラッグストアで購入品で紹介したビセリシェアイブロウパウダー BR3 番ピンクブラウン使います。これもすっごく可愛いカラーでした。これは上と真ん中のカラーを混ぜながらちょちょちょんってやりながらのせてます。本当にあの気分次第ですね。すごくいいカラーですよね。これね、赤みがあってお上品なカラーだなと思って、うん、すごい好き。どうかしら、こんな感じでいいかな、いっちゃおうかな。もうちょっとこっち足りない気がするな。なんか目頭側が、目頭側足りないって言って、これ、ね、眉毛つながっちゃったら困るから、ちょっとあんまりあれですね、あんまりやっちゃあれなんですけど、いいかな。はい、これでいきます。はい、では次はケイトの 3D アイブロウカラー BR1 番をのせます。もうちょっとぼやっと描きたいんですけど、なんか今日すごいリリクしくなっちゃったような気がする。はい、では次マスカラのせます。やっとまつげが出てきました。短くて細いまつげが、はい、目元が完成しました。キリッとしましたねボケボケの目がちゃんと深みがあって、色味も可愛い感じではあるんですけど、ちょっと色気があるようなアイシャドウのカラーだなと思います。はい、で次はノーズシャドウ、ノーズシャドウ入れます。これがケイトのマルチコントゥアペンシル02番なんですけど、これくまみきちゃんのお家に遊びに行った時にコラボ動画撮影したんですけど、貼っておきます。そのコラボ動画で教えてもらったアイテムです。もうこれ神アイテム、うん、すごい気に入っちゃってね、気に入ってましたよね、私ね。これが何かと言いますと、こういうペンシルタイプなんですね。色味が全然濃くなくて、これでノーズシャドウを描くと本当に描きやすくて、ちょっと描いていきます。私、ここの下だけが欲しいんですよね。でも、パウダーでうまくこう、ノーズシャドウが入れられなくて、そう。で、これだったら、本当に、いい感じに入るんですよ。そうなので、ちょっと今日使っていきます。本当、くまみきちゃんに感謝。ちょっと、わかりやすく、この、私はいつもこのあたりとかしか入れないんですけど、眉毛の下からちょっと入れてみたいなと思います。私、ちょっとここに、この描いた、こう、引っ掛け傷みたいなのがここにあるから、上手にカバーしながらみたいな。ね、こう、こう風に、入りましたね、今。こんな感じで。入りましたね、ちょんちょんちょんと。でちょっとこの小鼻のあたりもこんな感じで少しずつ入れます。ちょっともうこれだけ見てるとどうしたみたいな、鬼役さんみたいになりたいのみたいな感じなんですけど、違うんですよ。ちょっとどうかごゆるりとご覧いただきたいんですが、ちょっとこの小鼻のあたりもこうやってのせますね。これ使い方が合ってるかわかんないんですけど、私はこう使ってる時にこう斜線を入れます。もうほんとお絵描きですね、ほんとメイクって。はい、こんな感じで入れまして、でここからですね、指でぼかしていきます。馴染む馴染む、どうですか。
こう指でぼかすと入ってるか入ってないか分かんないぐらいなんですよ。もちろん濃くのせればもう少し濃くも出るんですけど、本当にさらっと入れるのにすっごい入れやすくて、もうこれ感動しながら私使ってるんです、毎日今。そう、これをもう一番伝えたかったかもしれない、いち早く皆さんに。ピンポイントで入れたい場所に入れられるのですっごくおすすめです。はい、ではちょっと私今日入れるの忘れてたんですけど、 MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードフェイスパウダーを使います。これを今日は目の下ですね、あと T ゾーン、顎のハイライトとして使っていきます。はい、では次にリップのせます。リップがこれ動画で紹介したことがなかったんですけど、実は買ってました商品ですね、サナエクセルグレイズバームリップ。これをよく買ってるんですけど、カラーが GB05 カシスロゼというカラーです。リンメルのアイシャドウと相性が良さそうだなと思って、実はこっそり買いに行きましたこっそり買いに行く必要ないんですけど、これでなんか一気に大人っぽくなりましたね。まあ結構な大人なんですけど、なんか秋らしくなりましたね。なりましたねって自分でしてるんですけど、もう何言ってるんだろう私。では次にチークいきます。チークは前にもねよく登場していたコフレドールスマイルアップチークス04番カシスローズのカラーをのせます。はい、でもリップが濃いのでそんなに濃いめにのせないで、ふわっとこう血色感が出るぐらいにのせていきます。はい、チークのせ終わったので、最後に今日はこちらボビーブラウンのハイライティングパウダー01ピンクグローで頬の上をねツヤっとさせていきたいと思います。やっぱりねもう鏡面仕上げのようなツヤを出すのはもうこれ抜群なんですよね。なのでユーフェスのメイクの時にも使いました、やっぱりツヤっとさせたくて。どうかしら、ここねツヤっとしましたね、ツヤツヤメイクが完了しました。どうかしら、はい、少し秋らしいカラーではあるんですけど、これからねこういったカラーも楽しんでいきたいなって思います。すぐですもんね、秋もね、あと1ヶ月かからないかな。そうなので、なんかこういったメイクで秋楽しめたらいいななんて思ってるんですけど、まあ今楽しめって話もありますが、はい、もう何してるかよく分かんなくなっちゃったんですけど、今回ドラッグストアで新しく購入したものはどれも良かったです。すごく気に入りました。はい、なので少しでも参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。もう私の一押し商品はドゥルルルルル、これケイトのマルチコントゥアペンシル02番動画内でも言ってましたけど、これ本当におすすめです。